今回は、出雲が誕生とするきっかけになった日向、護衛艦と大隅、輸送艦の2隻について見ていきます。護衛艦出雲は、F-35B ステルス戦闘機艦載可能になりました。常時艦載されるわけではありませんが、F-35B 戦闘機羽生田原基地に配備されることになっています。ロシア情勢次第では、北にも配備されると見られます。普段はあまり意識しませんが、日本は、周囲を、広い領海や接続水域に囲まれた島国です。その防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷に合わせて装備する艦艇の強化と進化を進め、新たな環球分野への進出も、政治と連動していってきました。こうした状況下で、近年海事艦艇の中で、人気、知名度、規模のどれをとっても、最大の注目を集めているのが、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲、型の出、元加賀の2隻だと言えましょう。自衛隊の艦種分類上からは出雲、型護衛艦は、ヘリコプター搭載型護衛艦とみなされ、略称 DDH と呼ばれていますが、海外の軍事専門誌などからは、大体ヘリ空母として認識されているので、その範疇で語られることが多いようです。出雲、型は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルですから、名実ともに、海上自衛隊で最大規模と言われ、マックス14機ほどの各種のヘリを搭載可能ということです。こういったヘリの発着艦スポットを最大5機分飛行甲板上に備えている出雲型誕生理由は冷戦時に遡ります。当時、最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることが最大の目的だったという流れから生み出されたのです。1991年、平成3年の旧ソ連崩壊後、その後継国家となったロシアに対し、前述の方向性が持続されたていましたが、2000年前後になると、中国海軍が、急速な経済発展を背景に海洋進出を進めるようになります。そのため、日本が最も警戒すべき仮想敵国は中国へと置き換わったのです。こうして、中国への警戒が最大課題となる中、同国に対する日本の最前線は、尖閣諸島を含む南西諸島方面となったため、防衛を担う上では、中国海軍艦艇の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になったということです。南西諸島での中国海軍の接近を阻止するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力強化が必須と思われますが、現状空時の航空機が使用できる陸上滑走路は沖縄本島ぐらいにしかありません。当然、そのカバーが求められました。在日アメリカ軍基地が集中している沖縄本島は、中国との有事の際に、初動攻撃で滑走路を破壊される可能性があるので、そうした事態に対応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたというわけです。その結果、導き出された結論は、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型が、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体なので、これを艦載機とする艦艇を整備しようというものだったのです。こうして、2015年から、就役していた出雲型を F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用可能な艦艇とするための航空母艦化改修が決定されました。太平洋戦争以後、初めてとなる海上自衛隊の航空母艦保有が現実化したと言えましょう。出雲型は、もともと、通常の航空母艦と、同じく、全通式飛行甲板を備えた艦艇だったので、飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースを変更することで航空母艦化されたのですが、これ以前にも、海上自衛隊には、同じ形式の艦艇が存在していたのです。その艦艇が、1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦と、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦です。出雲型護衛艦に先駆けて、全通式飛行甲板で回転翼機を運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇と言われるのです。大隅型輸送艦は、
海自の艦首を示す記号では LST、戦車用陸艦ですが、国際的な軍事艦艇の分類上では、ドック型輸送用陸艦とするのが一般的なようです。艦尾のウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級ウェアクッション型揚陸艇が運用可能になっています。ただし、積み型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルですから出雲型に比べれば、規模的には、はるかに小型な艦艇と言えるようです。積み型輸送艦が、全通式飛行甲板があるにもかかわらず、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由ですが、ヘリコプターの常時搭載が前提ではないので、エレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと使えないという点が挙げられます。艦内も、こうした事情を反映し、ヘリ専用の格納庫として設計されていないので、ヘリの整備能力もありません。艦内への収容は、あくまでも応急的なものに止まっていて、基本は、飛行甲板への露天駐機を前提としているようです。それでも、積み型は、南西諸島などの島嶼防衛を担う上では、大型の L 脚1級ウェアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や、装甲車両の揚陸力を備えていますから、陸自に新設された水陸機動弾頭には必須の艦艇と言えるでしょう。出雲型より先に全通式飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、前進となったのは、2009年から2隻が就役しているヒューガ、型護衛艦が最初であったと判断して間違いないでしょう。ヒューガ、型護衛艦は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル。最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルで、出雲型のおよそ 70% 程度の排水量と容積を持つ艦艇です。このヒューガ型護衛艦は、各種ヘリコプターがマックス4機搭載可能とされていて、全通式飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットがあって、これらを使用した同時発着陸が3箇所で実施可能ということです。ヒューガ型と出雲型が大きく異なる点の一つが搭載されている兵装です。出雲型は航空機運用能力に重点を置いた設計ですから、20mm バルカン砲であるシウス2機と防空ミサイルリム116が2機搭載されているだけです。これに対してヒューガ型は 20mm バルカン砲のシウス2機は同じですが、324mm の三連装のマーク32魚雷発射艦2機と、マーク 41VLS 垂直発射装置を16セル装備しています。このうち4セルに、16発の艦対空ミサイルと12セルに、アスロック対戦ミサイルが収容されているのです。出雲型が必要最低限の固艦防空能力のみで、対専用兵相当は護衛に随伴すると思われる他の護衛艦に任せる方針のようですが、ヒューガ型は単艦での対潜水艦戦闘に参加することが想定されたものと言えそうですね。今でこそ出雲型の2隻は回収され、固定翼機を運用可能な航空母艦になると了承されてはいますが、ヒューガ型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することについての国内のコンセンサスも十分に図れてはいませんでした。そのため、大隅型輸送艦に全通式飛行甲板を導入していたものの、ヒューガ型建造については、政治的反発も考慮したのか、3つの艦隊の設計案が提唱され、つまりは反応を見つつ推進したというのが実情のようです。一つ目の案は、それまでに存在していた春名型、白根型と同様、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案は、艦隊中央部に設置された艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を置くというものでした。結果的には、現行の全通式飛行甲板の採用が選択されました。そして、回転翼機に限定されますが、合理的かつ運用効率に優れた形に落ち着いたようです。
その後の出雲、方へとつながる実績を作ったことになりますが、現在のような年々の防衛費増大を見ると、当時は、それほど国民感情に配慮していたのかと、覚醒の感ですね。